今日は代表取締役の桑田敬三さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。日焼けされました？日焼けしました、ね、はい、随分いい色になってらっしゃいますけれども、さて今日のお話なんですけれども、この夏のキャンペーンを今行っているということなんですが、はい、そうですね、どんなキャンペーンになるんでしょうか？はい、当社の方では、当社を通していただければ、例えば仲介料を 10% お値引きさせてもらう、もしくは、最新型の省エネエアコンをプレゼントさせていただくというキャンペーンをさせていただいております。はい、ホームラボさんと言いますと、地域に根ざしていて、はい、この不動産売買とか賃貸、はい、そしてまたリフォームなどもしていらっしゃるということなんですが、先ほどおっしゃっていただきましたその、仲介手数料 10% オフというのは、はい、どのくらいお得になるんでしょうか？仲介料が約例えば40万ぐらいかかった場合、はい、一般的には仲介料 3%、 物件価格の 3% プラス6万円の消費税というものがかかってくるんですけれども、はい、で総額で仮に40万した場合ですね、はい、4万円お値引きをさせていただいてご提供させていただくということをさせていただいております。はい、でこれはあくまで不動産の売買だけを行った場合の話なんですけれども、はい、これはだから土地と建物両方、はい、させていただいているんですが、さらに当社の方でリフォームをさせていただいた場合は、先ほど言いました仲介料 3% のところを 2% で、はい、させていただいて、はい、で1000万の、物件をご購入いただいた場合は、はい、仲介料が 3% プラス6万円の消費税ということで37万8千円が27万3千円になる、はい、やはり大きな金額が動くだけに得する金額も大きいですね。大きいですね。で、はい、リフォームの方はいろいろございまして、お風呂の工事とかキッチンだとか外壁の塗装だとか、はい、あと屋根を変えたりだとか、お庭をしたりだとか、さまざまなことが考えられますから、はい、中古住宅をさせていただいた場合は、いずれか何か修理なり改装されることが多いので、はい、この 3% から 2% になるということに当てはまるんじゃないかなと思ってさせていただいております。はい、そうですか。今考えてらっしゃる方はどうぞホームラボで、はいはい、ご相談いただけましたら、はい、他社の例えば売り屋とか、はい、売り物件とかいう看板を見たら、ここどうなんだろうと思ったら、当社の方にお電話いただいても、当社の方でその物件についてお調べして、はい、でご案内させていただいてご契約に至った場合は、はい、先ほどのキャンペーンの方が適用させていただきますので。そうなんですか。はい、はい、じゃあもともとホームラボさんで紹介している物件以外にも、はい、ご自分 で、 そうです、ね、ここがいいなとか思った物件も、はい、ホームラボさんの方に相談していただければ、そうですね、そのような夏のキャンペーンを、はい、受けることができるということになります、ね、やらせていただきます。はい、でこれはホームページの方にも載っておりますので、はい、詳しくは先ほどの金額のお話も合わせて見ていただけたらと思っております。はい、あとホームラボの他社とはここがもう大幅に違うよっていうところがございますか？やはりですね、先ほど申し上げましたように、不動産の中古住宅の仲介だけじゃなくて、はい、仲介売買だけじゃなくて、住まわれた後の例えば先日もあったんですけれども水漏れがあると、はい、で中古住宅っていうのはもう現状融資って言ってもあるがままの姿でお渡しするっていうのが基本にはございますので、はい、その壊れた時ですね、はい、どこに頼んだらいいか、でいきなりこう今まで知らなかった業者さんに頼んで、はい、急を急ぐじゃないですか。でその方が信用できるかできないかっていうことを判断する前に直しさなきゃいけない、で例えば悪い工事をした場合ですね、やっぱり後悔する元になると思う。そうですよね、また何かあって、はい、っていうことになってしまいますよね。不動産会社さんはこれ大丈夫でしょうっていう言葉を言われたんだけども、はい、だけど実は大丈夫じゃなかったっていうこともありますよね、はい、でやはり我々も見ただけではわからない部分もありますから、お客様と長く
付き合うっていう意味では安心していただくっていうことで、あの一つ、まあ、住まわれた後に何かトラブルがあった場合は、はい、それも迅速に対応させていただけると、その窓口が一つであるっていうのは、うん、大きな安心になるんです。そうですね、やはりあのどこに頼めばいいのかっていうところもそうですし、すべて窓口が一つで受けていただける、はい、で24時間対応していただけるというところも非常に強みですよね、はい、はい、会社の方にお電話いただきますと、まあ、外に出てる場合もございますから、はい、その場合は転送で私の携帯の方にかかってくるようになっていまして、はい、そこから対応させていただくことになるんですが、まあ、まず不安になっているところで心配になっているところっていうのを、うん、お話しいただくっていうことが先になってきます、はい、で口頭でまず電話の対応でご安心いただいて、でいついつこういう対応させていただきますということで、すぐ行ければすぐ対応させてもらってますし、はいはい、で特殊な、まあ、ちょっと技術的な部分が関わってくる場合は、はい、その手配を迅速にして対応していくというのをやらせていただいておりますので、はい、緊急の場合にも迅速に対応していただける、はい、ここがやはりあの信頼につながってきますよね、はい、はい、そうです、はい、さあ、桑田敬三さん、非常にお若い、代表でいらっしゃるんですけれども、はい、でも本当にだからこそこう皆さんに信頼していただいて、地域にじっくりとこう根ざしていきたいと。そうですね、本当に可愛がっていただいて、はい、でまた皆さんに気持ちよくお迎えしていただくということで、はい、まあ行ってから気まずいような状況を作ってもいけませんし、はい、話しやすい存在でないといけないということで、はい、そうですね、はい、うん、ちょっと これ言うと怒られちゃうかなとかね、気まずくなるかなっていう心配なく何でもこう話していただいて、そうですね、現実的に無理だとしてもやっぱりお客様が抱かれるイメージだとか、はい、そういったものに関して僕はやっぱりその言われることの真意ってあると思うんですけど、はい、その真意をちゃんと汲み取って、はい、お客様の意見を否定しないということを心がけてます、ね、そうですね、リフォームに関してもおもてなしの心でというふうに、はい、そうですね、はい、やはり人間対人間なんで、気持ちの部分がすごく大きいと思います、はい、ですごく品質がいいよって言っても対応がやっぱり上からの目線の対応というか、そうですね、はい、なんかもう心の中にこうモヤモヤがするような対応というのが、はい、じゃなくてやっぱ笑って、はい、お出迎えしていただいて笑ってお見送りしていただくっていう、うん、まあ、気配りが一つ大事になってくるんじゃないかなというふうに思ってますので、はい、そういう気配りの部分を大切に、うん、お客様とは接していかさせていただいております。はい、地域に根ざした信頼パートナーとしてぜひホームラボを選んでいただければと思います、はい、会社の方なんですがどちらになりますか、はい、会社の方は神田部町にございまして、神田部町の郵便局の斜め前にございます、はい、もう不動産に関して、そしてまたリフォームに関して全て受けていただけるということですね、はい、はい、では詳しいお問い合わせ先をお願いいたします。はい、電話番号は084-963-7707になっております。工事をするしない、不動産を買う買わないに問わず、まずはお電話でのご相談からでも構いませんので、はい、いただきたいなと思ってます。はい、24時間365日、はい、受付中、はい、ということですね、はい、お電話番号を繰り返します。084-963-7707、はい、こちらですね、はい、今日はホームラボの桑田敬三さんからお話を伺いました。夏のキャンペーン非常にお得となっていますので、ぜひご相談ください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。